平野紫仕様、ナンバーア結成後の未来。占い結果からは成功への道、リーダーシップの光る仕事成功、安泰な総合運を予測。芸能界における転機として、元、キングプリンスの平野仕様が新たに結成した、ナンバーアその未来を知りたくて、占い師をズマ SOS によるタロット占いを試みてみました。果たして、 彼の未来は成功への道を突き進むのか、それとも分岐点で迷走するのか。オズマ SOS の占い結果から探っていきましょう。第一章、ヒラ仕様の現在。まず、ヒラ仕様の現在を占いました。オズマ SOS によれば、戦車の逆位置が現れ、これが失敗やコントロール不能を象徴しているとのこと。一見順調な未来の中にも、元、 キングプリンスのメンバーに対する後ろめたさが見受けられるようです。独断でグループを分裂させた行動に心の奥底で引っかかりがある可能性が考えられます。一方で、それは彼自身の強烈な個性ゆえで仕方がないとも受け止めている様子。反省こそあれど、平野の仕様は前に進まずにはいられない状況にあるようです。第2章、仕事に関する未来。 次に、平野仕様の仕事に焦点を当ててみましょう。オズマ SOS による占いでは、ワンドのキングが正位置で現れ、これが平野を象徴するカードとして、野心やリーダーシップを意味しています。諸突盲信ながらも、彼のリーダーシップが発揮される未来が予測されます。 勢いは収まることなく、新たな仕事に次々と挑戦し、躍進していく兆し。連続して現れる、勢いのあるカードが示唆するところによれば、海外進出が成功する可能性も高まっているかもしれません。第3章、平野仕様の総合運。どこまでも突き進む平野仕様。オズマ SOS による占いでは、総合的な運勢を表す。 月の逆位置が出現しました。このカードは心配無用や安心を象徴し運勢が順調で未来も安泰だと言えそうです。ファンやガイアが心配する必要はないようで平野は自身の直感に従って成功への道を歩んでいる様子。特に 直感を大切にすることで運勢がさらに良くなる可能性があると占われていますが、すでに平野がその直感に従っていることを考えると、これも心配のいらないポイントかもしれません。結論。占い結果から見ると、平野仕様は分岐点での後悔や不安よりも前向きに未来に進んでいるようです。 彼のリーダーシップや野心が仕事の成功につながり、総合的な運勢も順調なようです。もちろん、占いはあくまで一つの視点であり、未来を確定的に予測するものではありません。しかし、オズマ SOS の占い結果からは、平野紫耀が夢の世界進出を成功させる可能性が高いことが伺えます。ファンや応援者として、 彼の今後の活躍に期待しましょう。プロフィール。名前。フォーチュンテラーオズマ SOS。インスタグラム。占い史歴。5年特技。タロット。オラクルカード。ルノルマンカード。ダウジング経歴。脱サラゴ。人捨ての紹介で占いを始め。東南アジアでの出家も視野に入れている。連絡先。オズマ SOS の X オズマ SOS の YouTube チャンネル。